久保さんあの正確に言うと Wi-Fi ではなくてですね、LTE の,あのソフトバンクの局地ですね、多分ね。<laughs> ソフトバンクなのかなソフトバンクはソフトバンクの局地をいっぱい作ってくれてるのかな、まあ、昔ねあのそ、ソフトバンク全然繋がんねえみたいな事件があって、ソフトバンクが一気にブワーってね、なんか作ったと思って、ね、作ったのかななんか繋がらないとこあったらちょっと言ってくださいみたいな。 まあ、LTE、ソフトバンクの,その電波入れば、まあ、その、僕はテザリングっていうね、その、この LTE の電波をパソコンに持ってきれるので、あのどこでもできるんですよ、本当に。昔は僕ね、あの、マ m a x を持ってたんですけど、まあ、全然繋がんないですね、マ m a x <laughs> <laughs> まあ、あの、本当マ m a x なんかもう、ね、都市部じゃないかったらつ繋がんなかったんで、今はちょっと僕わかんないですけど、 昔テザリングみたいなのなかったけども、あの、クソ高かったんですよ。で、今は、あの、僕ソフトバンクのその無,無制限プラン入ってるんですけども、テザリングで30ギガまでいけるんですよね。うん、で、まあ、こっちで使うのは無制限で、パソコンに転送して、その電波やるやつは30ギガ。まあ、30ギガあれば全然余裕なんで、そう。まあ、そんな感じでございますね。だから本当に、 ありがたいですね今はどこでもやっぱ LTE 入るんで、まあ、今度そのね LTE まあ 5G になるので LTE じゃなくて 5G ってなるんですかね今 LTE の 4G かなんと思うんですけどそうなってくるともうねえ まあ今、5G の,の局地はまあ少ないと都,都心部だと思いますけど、これがまたね全国 5G になるのは、あと3年ぐらい経てば多分全国に 5G 入ると思うんで、まあ、ぶっちゃけ LT でも十分いけるんですけどね。うんまあ、もうどんどん進化していきますよね。そうだ久保さんのね今回ねビルの話が良かったですね。うん、やっぱどこの どこで見るかによってやっぱ全然その景色が変わってくるというか遠くで見たらただのでかいビルなんだけど近くで見れば見るほどねあのそこに窓があってそこでどんな人が働いていてっていうねそうまああの僕もよかったなと思うのがやっぱ動画をたくさん撮ってきてまあそのデータですよね目に見えるデータを見てきて久保さんもそうだと思いますけど あこんな動画でもまあ収益上がるんだとかもしくはこんな動画でも集客してこの動画から売れるんだみたいなねっていうそのデータ、まあ、普通だったらその、まあ、広告の収入 YouTuber の方だったら広告収入だけだと思うんですけど僕たちは商品売れ,売れる力があるんでそのアクセスその動画から商品売れるみたいなだから昔本当にそのびっくりしたのが、まあ、今リアルセミナーやってないんですけど セミナー参加者の方に今日何聞きたいですかって聞いてった時に、ね、ネットビジネスのセミナーですよ何聞きたいですかみたいなな,なんかその女性の方がね別に今日聞くことないですみたいな何で来たんですかみたいな、ね、何にしに来たみたいなねいや男飯全部見てファンになって会いたくて来ましたみたいなあそうなんすねみたいなね 料理動画でセミナー来るかみたいなね。<laughs> あれはびっくりしましたね。まあ僕はしかもそれリアルで聞いたんで、あ、料理動画でもいけるんだな、みたいな。<laughs> うん。ただその、新しいその概念ですよね。ただ、ノウハウがすごくて、ノウハウがすごいから聞きたいっていうね。まあこれ一般ベターだと思うんですけど、もはやノウハウ関係ないみたいな <laughs> ファンだから、会いたいから来るっていう。直接ね。なるほどね、みたいな。 すごく僕の中では、あのー、発見でしたけどね。あれはリアルで体験して。まあ他にもね、話せばキリがないですけど。うん。まあ今ね、その R34 売りますっていう動画も1000回ぐらい回り始め、1000回回ったんですよ、今。うん。これ画面キャプチャーでね、顔出ししてないやつなんですけど。まあただ R34 売りますみたいな。こんなに回るとは思わなかったですけどね。 うん、まあそんなにね R34 売ります愛車の価値っていうタイトルなんで SEO 的にそんなにキーワードそんなに入れてないですよまあ R34 は入れてるけどもうんそデータ見てると結構その検索されててあ R34 と愛車っていうこのキーワード結構いいのかなと思ってねうん だからもう愛車シ,シリーズ。愛車の、愛車なんちゃら愛車なんちゃらでてもう全部ちょっとシリーズで撮っていくるんですけど、<laughs> このデータを見てね。あ、愛車っていう感じでちょっと全部入れてみようみたいな。う。うん。本当だったらね、まあ、R34 なんとか GTR とかも、GTR とかのキーワードも入れた方がいい、入れるんだけど入れなかったんですよ。入れなくても結構いけるなと思って。うん。 だからまあ、やればね、やるほどなんか見えてくるんですよ。でもみんなやらないから見えてこないんですよね。だから僕もその10万本取ろうと思えるのは、結局今その商品販売してるんですけども、まあ、広告は商品売らなくてもまあ入ってくるんで、チャリンチャリン。だからまあ、ね、あの、どん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 年取って、もう毎月毎月商品売るっていうのはしんどくなるので、それで広告収入で30万とか40万とかでもそれ入ってくればいいじゃないですか。 うん、ちょっとまあ安定しますよね。うん。まあそこに依存するわけじゃないですけど、まあサブとしてね。サブとして、まあ30万、40万入ってきたら、まあ飯は食っていけるじゃないですか。普通に。だって一般の人はね、手取り20何万とかでやってるわけですから、それがチャリンチャリンね、安定的に入ってくればいいっすよね。うん。まあ10万本ぐらい取れば、まあそんぐらいはいけんじゃないかなと思いますけどね。 だから、老後の年金みたいな感じですね。まあ、YouTube がずっとあるか分かんないですし、まあ、僕のアカウントがずっとあるか分からないんだけども、もし、あり、仮にあったとしてね、仮定した場合、やっとけばね、老後、チャリンチャリン入るわけですから、<laughs> いいですよね。うん。なん。本当な、ね、今はその広告のデータも取れるし、商品も売れるしってとこで、ありがたいですね、これは。うーん。 だ元々広告僕は入れる気なかったんですけど、アカウントバーンされてからあ入れるようになりましたけど、だからアカウントバーンなかったらずっともしかしたら未だに入れてなかったかもしれないですね。うん。まあ、ぶっちゃけ言うとその、広告入れるとね、あの、まあ、商品をガチで売っていくんだったら、広告があるとウザいに決まってるじゃないですか、そんなのは。<laughs> なんで、まあ、その、ない方がいいわけですよ。でも、 広告があっても売れるんだなっていうデータもこれは、あの、もう抽出してるんで僕は。ねこの5、この5年ぐらいか赤版になったのが 5, 5年前ぐらいですから、ずっとまあ広告入れてるんで、それでも商品売ってますから。うん。だから別に問題ないなって感じですかね。うん、だ見たい人は見るんですよ。別に広告スキップするし。うん。 だからまあやればやるほど鮮明になってくるって感じですね。でも多くの人はや,やらないから、全然その、ぼやっとしてる。うさんくせえなっていまだに思ってるっていうね。うん。だからその、ね、あんな山、山の中で、まあ、パソコン開こうとする人いないじゃないですか。<laughs> あんまり。まあ僕はもう全国回っていろんなとこでもね、あの、パソコン開いていろいろやってるので、うーん。 だから北海道の宗谷岬、まあそこはまあ観光地っていうのもあるんですけど、まあ、Wi-Fi ありましたからね、道の駅。そうもうだってもう,もうそ、てっぺんっすよね、北海道のてっぺんって。まあ、ぶっちゃけもう草原、なんかもう海と、なんかすげえなんか、まあ、ちょっとやっぱね、最北端なんで、まあ、ちょっとお店はありますけども、まあ、言うてもまあ結構なあのロケーションというか <laughs>、なんもないというか、 本当ちょっとそ、あの、最北端のちょっとそこだけちょっとお店があるぐらいで、もう山と海みたいな感じですかね。そこでも Wi-Fi あるし、まあそこでも僕はあの動画撮ってね、セールスビデオそこで撮ってましたけど。<laughs> うん。うん、やればいい、やれば鮮明になるってことですよね、どんどん。やればやっただけ。 うん、あそうそうそうあの久保さんチャリをね買いましてもうちょっとで多分出荷されると思いますよまたチャリレビューしますよチャリレビュー <laughs> チャリレビュー買えば鮮明になりますよねものが来ればまたね <laughs> ちょっと楽しみですね。30万のチャリの開封レビューはちょっと楽しみなんですけど、これから。<laughs> そう。うん。まあ最近、まあ散歩もしてるんですけど、散歩するとね、すごく鮮明ですよね。朝の。その、なんか街並みが鮮明に見えるというか、見えないものまで見えるみたいな。見えないものまで見えるってどういうことかっていうと、 今まで見てなかったものも見たくなるっていうね。うん。なんかその自然の空気というか、うーん、まあ花とか特にそうなんですけど、朝の,朝の朝日に照らされる花って綺麗なんですよ。多分朝日に照らされる花ってすげえ綺麗なんだけど、なんだろうな、普通の状態だと、何すかね、あの光の加減というか。うん。だからそれもね、 あの、やってみないとわかんないし、僕も散歩って今まで概念なかったんで、おじいちゃん、おじいちゃんがするものみたいなね <laughs> いや。そもそももうこの時間帯ねまあ、今6時回ってるんであれですけど、だいたい3時とかね、4時に寝るとかね、昔もう普通でしたから、東京で働いてる時なんかは。だからその、朝、なんか浅く、なんかね、明るくなってから寝るみたいなね、もはや。うん。 明るくなって寝てたら、寝てたらわかんないですね、この朝,日朝散歩して、見える景色っていうのはずっと。でもやってみたことによって、あめちゃくちゃいいな、みたいな。最近なんかね、眠いんだけど、なんかその欲、散歩したい欲が出てきて、すごいなと思って、眠いんですよ。まあちょっとやっぱ、ね、朝起きた瞬間は眠いじゃないですか、ちょっと。だけど、 あの眠いんだけど朝,その朝日を浴びると一気になんか充電される感があるんですよでその充電されたい欲みたいなのが出てきてですげえ空気が気持ちいいんですよめちゃくちゃ空気気持ちよくてすげえなんかリセットされるというかうん,だかなんか最近ね朝が楽しみというかなんかね楽しみですね朝が <laughs> これもうやってみて 体験してそういうのいろいろリアルを見たからなんですけどね。うん、本当にやってみないとわかんないかなと思いますね、すべては。でもみんなやる前からね、あだこうだ言うんで、うん。やればいいのになぁと思いますよね、いろいろと。やってみないと。だって食わなきゃわかんないじゃないですか。僕は食わず嫌いっていう言葉が、あ、食わず嫌いにしましょうか。食わず嫌いっていう言葉あるじゃないですか。 まあもちろんね、もちろんその、下手ノ料理っていうのはあるじゃないですか。別にあれは食わなくてもいいと思うんですよ。わざわざね。久保さん。<laughs> なんかあ,りあるじゃないですか。あれはちょっと僕食いたくないんですけど、別に食わなくていいじゃないですか。<laughs> わざわざそこを食う必要ないので、別に食わないですけど、ただその、ね、なんか、あの、食わないけど嫌いっていうのは、まず食ってみろよと。 うん、食わず嫌いっていうね <laughs> い。食わんと分からんよと、と、うん、いう話ですよ。本当に。そうじゃないですか。食わない、食わないで味分かりますっていう。うん。まあ、そう、ゲテノ料理はなんとなく分かる。<laughs> いや、まあね。まあ、あれもすいません。ちょっと例外とさせていただきますけど。なんか、普通の料理ですよ。うん。そう。はい。食わず嫌いにしましょうか。 y tres